です。ちょっと京都じゃなかった、名古屋の遠征が決まりました。はい、なのでちょっと急に決まったのでちょっとやばいなと思って、これでこの対バン見た面々を見て、これ集客できなかったら次がないなと思うので、ちょっと名古屋来れたらみんな来てほしいなと思ってて、そう、金土日曜日はないみたい、金曜土曜でライブがあって、でメンバーがね発表されてますね。もうちょっとツイート作りながらしようかな。そう、まあとりあえず藤崎ふみえメンバーに入っておりますので、ぜひみんな会いに来てくれたら嬉しいなという気持ちですね。そう、名古屋にの遠征が決まりましたので、ぜひよろしくお願いします。本当にびっくりだよね。もう帰るの、ね、見たら。そう、ちょっとね有名な方々しかいないので、ちょっとこれ頑張らんとやばいなと思ってて、私は名古屋っていうツイートしたじゃないですか、あれが本当だったらしく。ちょっとね来てほしいなという気持ちなんですけど、そうなんで、ちょっとぜひ、ちょっとまあ名古屋のでもスタッフさんとかにやっぱいい反応していただけてたわしてたので、まあちょっと来てもらえたら嬉しいなと思って緊急で配信をしております。ちょっとほんと鬼すっぴんで申し訳ない。でメイク全部落としちゃったからさ、少し直すみたいなことできなくて悔しいなんですけど、ちょっとマジで人を集めねえかんと思って、ちょっとね絶対に頑張んなきゃいけないので、ちょっとぜひ来てくれたら嬉しいです。ちょっとまたツイートしますが、でも面々がすごくない？9日と10日にライブがあるので、ちょっと面々すごくない？まあまず名古屋で有名なアイドルさんもいらっしゃるし、もう名前を知らないグループがいないっていうのと、ちょっと頑張りたいなと思ってるので、皆さんぜひよろしくお願いします。雪明けで弾丸するにしても考えない。そうだよね、だから旧金曜日、10日土曜日の金土になるみたいっていう、いやびっくりだね。待って、本当にびっくりしている。私たちもすごくびっくりしてるんですけど、まあ、今日まずリリーブ見に行ったフェスティブさんと一緒っていうことがまずびっくり、うん、私が普通にオタクしに行ったのに名古屋で一緒やんけっていう話すればよかったよっていうね。いや知らんかったよ本当に、今さっきこのライブを知ったので発覚したのでちょっと焦ってますが、でも来てくれる人はね一緒に盛り上がれるように、これから早めに告知とかいろいろするんですけど、ちょっとびっくりだよね。うまさん、ちょっとこれそう、そうだからちょっとすっぴんだし、もう本当にすっぴんだし、そしてすっぴんなんだけども配信をしております。いやマジびっくりした。あ、ごめん、もうね今日ね15分以上配信してるんで、まあこれで終わりなんですけど、話したいことはちょっと待ってっていう。これが多分3月かなんかの動員ランキングなんだよね。そうだから会いに来てくれたら嬉しいなと。そう、フェスティブのリリーブ言ってた。マジ？これさ、知ってたら言えたじゃん。嵐一緒っすよって言えたじゃん。なんなん？でも、サイコちゃんと話せなかったからさ。でね、ライブ会場が一緒か分かんないんだよね。すごくない？青葉ひなりさんは、すごい私のツイッター見てるって。ひなりちゃん、可愛かった。そう、3月の動員を使えるところがここできたっていうね。オタクだよ。そう、地域決めてきた。フラゲ日にちゃんと CD をもらいに行ってきた。なのにライブ一緒だった名古屋で。
ここのかまんちゃんやけど、新新潟名古屋間の交通手段を今死ぬほど探してる。あ、そうそう、もともと長野に行く予定だったメンバーが今回まあね、まあ、しょうがないんだけどね、このご時世で行けなかったので名古屋に変更って感じで、ちょメンバーもう一回言うね。ちょっとよ、ちょっとね、びっくりしてるんですけど、メイ、ジュリア、リマ、フミ、ササ、アユミ、シオリ、サヤ、アイリで行きます。なのでちょっと来てほしい。なんかね、前回遠征した時にスタッフさんが私のこと結構褒めてくださってたのを聞いてたので、ちょっと頑張りがたいなと本当に思っています。なのでちょっとアピールもしつつ、前回悔いも残ったので今回本気で頑張ろうかなと思ってるので、一緒に来てくれる人もすごくやっぱ力が大きいんですよ。だから無理に問われないんですけど、一緒に行ってくれたら嬉しいなと思っております。鼻水やば。で、名古屋行くよ、次こそ話さない。キさんこんばんざい、トーカーベーグル屋さんねえ。なんでベーグル一回挟むね。そう、なんかちょっとね頑張りたい。ちょっとびっくりだし、本当にうちらも今びっくりしてるんですけど、情報発表分からんけど、とりあえず90で東京に名古屋に行きます。びっくりするんやけど、え、君にしか言せないよ。ちょっとよ、ちょっと言いよりついてるよ。毎日ベーグル食べてんの、美味しい。そう、名古屋に行くよ、レクション。そう、名古屋さ、本当に頑張りたい。が10月9日と10日、ついてした。マジで心拍でドリームだっけ、言い方めっちゃ良かった、本物見れた。あと、あのバブ衣装だったの、すごい神だったよね。なんだけどね、さやこちゃんの列がね、まさかの想定外、打ち切られたの。だから取れなかったの、おしめんと。メンバー今ねツイートしましたので、ぜひ見てみてください。あゆみ、ジュリア、サヤ、リマ、メイ、サッサ、アイリ、フミ、シオリの9人です。なのでちょっと今回こそフミちゃんどっち取って、ちょっとフミ推しでしょ、あなた。ちな、この前岐阜に行ったのもベグねえ。会場がまだ決まってない、なんか詳細が決まってないらしいので、ちょっとあれなんですけど、会いに来て。本当にびっくり、びっくりだね。そう、やめないよということで、なのでちょっとぜひね、急に決まってはいるけども、まあでもなかなか急ピッチではございますが、皆さんに会えるの楽しみにしてます。いや、ちょっとねびっくりしてるよ。9は夜勤、10日は9が金曜、土曜の10日、あ、10日が土曜か。の2日間で行きますから、土日じゃなくて金土中のところがちょっと注意なんですけど、来てほしいな。そう、コートで示して。そう、メンツがね、お強いんですよ。だから、頑張らにいかん。本当に。びっくり。ちょっとアングリですね、びっくりすぎてっていう配信でした。
来たね、発表されてない。ちょっと今車出せる人いないか探そうか。そうね、ちょっと車かバスか。でも取れんのかな、バスで。まだ一つよろしくお願いします。ちょっとすっぴんで申し訳なかった。名古屋から長岡オレンジの直行バスが残ってから高速で。あいや天才、ささ喜ぶと思うよ。来るって言っちゃったよって言おう。ちょっとスピンだからちょっとあんまり見ないでください。ふみさんにアングリ。そうだよ、もう今回ベーグルに負けたらさ、ベーグルになっちゃう。土曜はカレンダーに入れた。あ、ありがとう。そう、勤労なのでちょっとまだね、大抵とか出とらんしね、あれないけどね。弾丸日帰り新幹線お財布。そうなんだよね、日帰り。なんかさ、1ヶ月前ぐらいやったらまだ割引効くけどね。バスとかないのかね、ちょっとわかんないけど。まあでも来れたら、来てくださるとそれは死ぬほど喜ぶので、ぜひよろしくお願いします。ベーグルになってもらえない。そっちじゃないねん、ちゃうねん、そっちにはなりたくないねん。いやちょっとびっくりしちゃって配信しちゃったわ。勝利ととりあえず配信するってなって、これ早く言わないと知らんじゃったわっていう会話があったんですね。一日でも早く、一分でも早くお伝えするニーズ増やされたと思って言ってしまいました。ジェンの詳細次第じゃ夜勤明けで。え、マジ？え、来てくれんの？泣くんだけど。このスパンで会えたらもう好きだわ。そうね、金曜日の詳細私も欲しい。うん、私も欲しい。そうなんよ、金曜はびっくりよね。だってさ、金曜って普通の平日？すねねのしらさ、平日やけど多分じゃあ夜やと思うよ。見てやばい、もうすっぴんすぎて。そう、金曜はど平日なんだけど、多分だから夕方以降夜だとは思います。いやでもまあ行けるからにはね、私たちはもうパフォーマンスを頑張るしかないので、みんなもついてきてくれたら嬉しいなと思うし、ちょっと顔乾燥し始めたでさ、もうどうせすっぴんなんで、あの化粧水やらして。ごめんね、ちょっと。もう乾燥が最近やばくて。平日は普通は無理だよね。そうだよね。金曜日テレビ見ないと。え、なんで？俺13も名古屋行こうとしたんだけど、マリアの夢。あ、そっか。強い。逆にコロナがなかったら確実に90とか行けませんでした、地元の浜。あ、そっかそっか。順次会いたいな、話したい。ごめんね、あの普通に化粧水をたまに振りまくる配信で眉毛がない。ちょっと俺眉毛ねえ、みよっち。そうだよ、遠征大名。そう、名古屋決まっちゃったよ。みよっちどうする？もう今回2日間で何ステかわからないんだけどね。あ、平日の方がいいんだ。金曜は多分夜やと思うけど、まだね、大抵が出てないの。でも多分平日で昼とかには多分ライブしないと思うんだよね。多分夜やと思うけどな。またちょっとツイートするね、ちゃんと。あ、そう、今ね、ハマってんのこれに。ほぼ水の導入化粧水って言って、もうほぼ水、清水かみたいな。イヒヒ、スピのクオリティ高い、ありがとう。大好きなまあ久屋踊りパークに行く。何それ、楽しそう、名前が。ちょっと5分に1回ぐらいちょっと化粧水を塗ります。え、そうそうそう、エビアンのね、
このね、導入化粧水とかいいらしいよ、水由来の。これめっちゃ、これこうエビアンじゃなくていいから、これ導入化粧水めっちゃ欲しい。平日の昼って夏休み、そうそう、でももうね秋やもんねっていう。久屋大通りは名古屋、あそうなんや、有名。あ待って、その字は見たことある。そう、チケット借りる問題マジさ積むよね。日程調整してる間にチケット借りる、わかる。え、なんかさ、急にさ相談なんだけど、違う、フェスティブのさ、どうしてもサイコちゃんと今回チェキを取り損ねたことをすごい病んでいてね、次いつに会えるんだろうと思ったら、チューたちもねアイドルやってるもので、土日にはもう仕事がパンパンに流行っているから、もう平日のライブしか行けないんだけど、フェスティブさんで、そして今度サイコちゃんがフェスティブにいる時間の中で平日にライブを調べたところ、ルリコちゃんの生誕しかないんだけど、ルリコちゃんの生誕にさ、やっぱり10月1日からのさポチるべき、それともやっぱりルリコちゃん推しの人にさ優先させて、私は生誕祭を行かずに頑張って平日にライブが来るのを待つべきかな。これ今もう悩み。それと同じでバンデージャパンさんのライブが均等に、不思議な感じで均等に入ったんだけど、まず金曜のライブが多分夜だと思うけど、夜じゃなかった場合のびっくりの仕方と、そして均等のそのもう1週間半前ぐらいの告知だから、僕たち私たちはどうやって宿や、交通手段を買おうか迷っているよっていう人々で、日程を調整している間、休む理由を考えている間に、もしかしたらチケットが借りてしまうかもしれない。なぜかというと対バン相手が強いから、そして名古屋はいっぱい可愛いアイドルがいるから、さあどうしようっていう皆さんもいっぱいいるじゃん。どうする、どうしよう。もういいよね、悩みがいっぱい。まあ、でもまあ一つ言えるのは、会いに来て欲しいのは本当に本当に。そう、あの名古屋で一回前回のライブですごいバンデージャパンさん良かったんで、また出てくれませんかっていうところ実は見てたんですよ。でもそれがこんなに早いとは思ってなかったよね。そうだから、そうそう、生誕もさ、あの一歩前だけな、生誕の時点でもうさ、あんな一般つって一人前の感じでしょもんっていう。そう、どうしよう。もういっぱい悩みがいっぱいあるけど、みんなに会いたい。金曜夜よね多分、行き当たりかなると思って交通手段心配。ああ、しないのか、強い。エビやんじゃん、エビよりフグの方が好きじゃんか、ないねん。そうだからね、導入化粧水ってこういうお水でできてる、お水由来のいいやつがあるんですよ。オタク特大口そう。いや、いやいやいや。レニーの前の大井、あ、だから見たことあるかもしれん。あ、あそこが久屋大通りという。あら、久屋って呼ぶよね。そう、ちょっと出てたわ、悩むところ。私はオタクじゃないのでわかりません。中でワンチャン会えば。違うの、私はお金落としたいんだ。ふみさんがいます、行ったまま？ニコ動の字幕より早い。考えてたら払いたかった。そうなんよ。でも行きたいよねって。私、遠征って楽しいよねっていう。頭悪い。一瞬考えると頭悪くなってくるね。名古屋行きたい、会おうねってなるね。シンプルにさえちゃんをチキ取るなら、ルリコセーターは狙える。そう、そうなの、そうなの。でも、やっぱルリコちゃんファンの人々にやっぱチケットをゲットしてほしいのもある。でも私はサイコちゃんとチキを取らないと、もう病気になってしまいそう。だって今日すごいレス来たよ。今行ったまんま。音玉さん元気あなた。でも名古屋に行けるのは本当に皆さんの応援のおかげなので、マジでもうライブを 100% で頑張るのびなんですけど、でもやっぱり会いたいよねっていうのもある。朝金曜休み交渉シムル、ありがとう。あ、交換できるのか。で土曜が交渉か。土曜のチケット取れるのか増えない。そうなの、出演者さんが強すぎ、私はお金が落としたいんだが、完全にオタクの思考、それはそう。そう、てか会いたいよね。でも本当に名古屋に行けるっていうのがもう本当に恵まれてるから、私遠征は神、雪地渡して通所釣ればええんや。ちゃうねん、そういうことやないねん。直接物販行くクレイジー、あ、でも前行ったよ普通に。まあ地元大会交通の方が確かに、そうね、
ちょちんこまざい。バーテンジャパンが名古屋で人気出るのは嬉しい。じゃあ見に来いで。そう。うまさん、早く。今回こそニアピンしないで。チキ立たなかったら本当ごめんって先に言っとく。行くつもりで行動する。ありがとう。そうだろう。急展開なんですけど、まあ、名古屋一緒に行ってくださる方いたら、よろしくお願いします。びっくりだよね。でも本当にささ配信であられちゃんが言ってたからコロナ準備はできてたけど交通手段が枯れちゃう。そうなんだよね、そうなんだよね。今来たけどさ、あのね、名古屋遠征が決まったんだ。それも9月、あ、待ってた、10月9日10日に決まって、金土なの。来てほしいんだけど、急だけど、みんなに会いたいなっていう。でもびっくりすぎて配信したけど、まあこう思い返してみると今すっごいスピン。ごめん。フェスティブチキンに並ぶ新米のとかね、並んでた普通に。タタチコバザーイ、今回の名古屋もワンちゃん行くの見守る、行くの見守る、どういうこと。名古屋で辛いもん食べてね。俺名古屋人じゃないけど。でも前回の名古屋飯は中尾だったんでね、呼んでくれるのも嬉しいけど、そんな時はい来ますって対応できる。そうそう、だからもう梅さんもさ、まあ、お忙しい中 OK みたいな感じで言ってくれるのかな。あ、物販か。だからまあいけるいける、なんだろう、体勢をすぐ整えてくれる梅さんも神だし、まあ、いけるからにはね盛り上げたいなと本当に思ってます。そう、中尾は名古屋飯だよ。中尾関係にあるけど、それ嘘です。あの名古屋飯じゃないんですけど、フェスティブさんいるとなるとチケ買れないから。そうなの、本当に、ま、フェスティブさんしかり、もういろんなアイドルさん、有名なアイドルさんいすぎて本当に焦ってるし、今すごい肌がやっぱ乾燥しちゃう。いや頑張りましょうっていう話でした。名古屋毎月行きたい気持ちですねって言ってたアビー様には。でも本当にね、でも本当に名古屋一時期だって本当に毎月行ってたもんね。そう、手羽先さんもあるしね。なんならうちから徒歩5分圏内にある。そう、なんか前回朝ごはんがなんか手違いなくて、で近くにあった中尾に行ったのに、みんなメンバー全員で、そっから名古屋飯っていう、もう写真昼までに見、ありがとう。そう、みんなね、結構写真撮影可能ライブで撮った写真が多いんですけど、どっちかというとみんなが知ってる写真を送ってほしいかもしれない。だからツイートに使った写真をぜひ送っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。どっか系統ついた。何分かに1回化粧水を塗る女。いやーでもほんと行けて嬉しいけどね、ちょっと急で申し訳ないけど、まあでも行けることが嬉しいので。そう、行ってそばがリリ、あ、でも全然リリムシーとかも全然いい。撮影の写真はなんか撮影の写真コーナーって感じで載せようかなとか思ってるんだけど、結構自撮りとかでみんなが好きな写真を教えてほしいなっていうところもちょっとある。金曜も台湾、そうそう、金曜と、土曜にその名古屋で対バンに呼ばれました。で金曜はまだちょっと詳細が何も出てないけど、土曜日が先にね、ちょっと出演者が少しずつ発表されてるって感じですね。何これ、シャオジンの星が気になる。じゃあ最後に歌って終わろうかな。10日の夏チケットでもう発、あ、え、されてる、調べてみるね。多分ね、されてるかな。
まだねないかもしれないかも。そうね、詳細まだ出てないね。でも多分あ、なんか明日にはみたいな感じだった気がする。あ、橋本拓実さんのやつなのか。ああ、了解了解。明日対バン情報全部出るって橋本さんがツイートしてます。スタッフさんがブスじゃない、多分ライブスクショのブスやと思ってっていう感じですね。ということで最後に1曲歌って終わります。どんな話やねん。何歌う？ちょっとねこれ一回さ、え、何がいい？これ一回落ちたらごめんね。怖っ。いけない日なら諦めつくけど、いけちゃうじゃんってなって今にやに、え、かわいい。さっちゃん止まってるね。面白い曲ないな。真面目な曲しかない。じゃあパプリカを歌って終わります。絶対もうるさい。みんな盛り上がっていこう。曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り日差しの街、誰かが呼んでる、夏が来る影が立つ、あなたに会いたい、見つけた ありがとうございました。ランナーありがとう、久々に言ったということで、エコーのかかったくしゃみ失礼いたしました。ということでちょっと名古屋決まったということで緊急すっぴんふみちゃんでした。あのスクショは、載せても載せなくてもいいです。ちょっと今回こそ配信終わります。またチケット30日の8時からだって。またちょっとツイート、詳細まとめてするので皆さんお待ちください。ということで以上、バンデジャパンムグチ家の伝道師ふさきふみのすっぴんガチガチ緊急配信でございました。また明日ツイートします。明日10時ね、明日22時ね、 OK らしいので皆さんちょっとご注意を。またツイートします。そして明日中が、あ、今日中ワンマンのチケットも今日中なのでちょっとみんなゲットしてね。ということで、おやすみ、バイバーイ。